こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。今回は公式戦2戦ですね。スネボドックスキャピタル東京戦となります。早速やっていきましょう。まずは疲れてるんでね、中盤は結構大事だからな。コーラまでですね。ただ結構サセボドックス甘くないんですよね。油断してるとやられてしまうかも。次はもうフルメンバーで行かないといけないんで、ちょっと台所事情は苦しいですが、これで行きます、危ない。ユナ、ユナギは結構出してしまった。危ない。おお。早くもうちょっとピンチです。いけません。危ない。お、横飛びあるか。反対側来て。決めてほしいが、なんかリズムがガタガタだな。お、上が結構疲れてるな。じゃあエリカに変えてみますか。中盤も変える必要ありますね。ただね、もう一人は様子を見ましょう。さえ取られてしまったよ。危ない。これは。ああ、入れられてしまった。選手でも許してしまいます。簡単にでも引かれちゃうな。
これはね、中盤を決め、変えないといけないですね。クラリス。ドックス甘くないよね。すごいと思った。そうは甘くはなかった。攻撃の糸口をつかめません。おっと、まだか。あー、しかしタイミングが合わない。ん、相手もかなり疲れてきている。お、縦パスだ。オフサイドですね。すべて同点。もうほとんど時間がありません。縦パスから窓か、ダメだ。敗れました。なんと最下位に。そうやってるんですね、ずっと。破ったのはサセボドックス。完全にガラ空きでした。シュートの本数がね、相手の方が多かった。4位のままですが、首位キャピタル東京との勝ち点差は7に広がった。さあ、そのキャピタル東京とやりましょう。まだ美穂が疲れている。もっと変えていきましょう。何か今度疲れてんだ。じゃあエリカに変えますか。ちょっと疲労が悪影響を及ぼしてますね。さあ、相手は首位キャピタル東京。ここは破って首位に近づけたい。いきなり見られてしまう。それに手ごわい。考えなかったか。カンデロー。
ふみ。くるみ、決まった。同点。バイシクル。見ようかな、さよ。デパスで、このバイシクル。美しい。悪い流れを断ち切ったか？いや、決まった。1点リード。こう、嘘、ゴール。モナコから、くるみ。さすがくるみです。ポイントゲッター。当たってる、当たったな。まだ前半ですね。試合が大きく動きました。終了です。こうしてる選手がいませんね。くるみ、惜しい。拾いました。ちょっと足りないかな。いや、入りました。2点リード。これハットトリックじゃないかな、これ。ハットトリックですね。またもくるみやってくれましたね。エースストライカーですね。さあ、中盤が全部、中盤の交換と交代使いましょう。キャッチ。
1点返された。今リードでだが、ゴール、ファールか。さあ、このペナ、この、コーナーじゃないわ。フリーキック。ボールをしっかりキープする方に行ってほしいね。さあ、アディショナルタイムに入った。試合終了、勝ちをなんとか逃げ切りました。キンベロイいきなり先制、キャピタル東京が先制を奪います。しかし前半19分、クルミが重苦しい雰囲気を打ち破るバイシクル。鮮やか。サイン、スグイン、ナイスね、ボレーシュート。なんて、となるヒット、4位のままですが、勝ち点差は4点と縮まりました。エルダード欧州を負けたんですね。なので4点差を追うという流れになります。1勝1敗でしたね。でもこのまま6月1週に行って次の試合へと挑みます。次回は高知シマントスです。どういうメンバーで挑むか難しいとこですが、しっかり勝っていきたいとこですね。チャレンジ投票決勝まで、なかなか強いメンバーではきつい日程でありますが、しっかり勝っていきたい。そこから先はちょっと楽になるんで、本格的リーグ戦でも追い上げたいところですね。はい、ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、
高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ということで。